アシカとアザラシって似てるけど、どこが違うんだろう。まずは後ろ足を見て。アシカの後ろ足って前に曲がっている。だから後ろ足を使って4本足で歩くこともできるんだ。でもアザラシの前足って後ろ向きについている。だから陸の上を移動するときは前足で這って進むんだ。他にもこんな違いがあるよ。アシカには耳たぶがあるけど、アザラシの場合はただ耳が開いているだけ。アシカはどの種も茶色だけど、アザラシは模様を持つ種が多い。あとアシカは前足で泳ぐけど、アザラシは後ろ足で泳ぐよ。後ろ足を8の字に動かして進むんだって。今日も見てくれてありがとう。またねー。